このチャンネルはマニアックなビーズを中心にお話をしております。ビーズのことをもっと知りたいという方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。どうもビーズのトークジムにようこそ、ビーズ専門解説のあつしです、今日は最後までご視聴よろしくお願いします。 あとツイッターとかやってますんで、もしよかったらそちらの方も見ていただいたらありがたいですですね、今日の動画はですね、前もちょっと告知してたんですけども、もしミクスチャー2があったらどういう曲が入ってるであろうか、これをね、トークテーマにしたいなと思います。まあ、ちょっと前にね、こういうアンケートを取ってたんですけども、ミクスチャー2が、出るとすればっていうところで一番票が多く入ったんで、ちょっとね、この動画から先に撮ってるんですけどね。まずそのミクスチャーについておさらいしましょうか。ミクスチャーは、2000年発売、裏ベストというか、まあ、マストアルバムって言い方してたのかな。主にはですね、ビーズのシングルの、まあ、セカンドビート、カップリングですね、カップリングが多く入ってる、タイプの、まあ、ベストアルバムというところで、で、まあ、フレンズ3が出て、なんでミクスチャー2は出ないんだっていうファンの、ね、方の意見もなんかあるみたいで、だったらちょっと僕の方でちょっとね、やってみようと思ってね、今回動画に撮らさせてもらってます。で、そのミクスチャー2の条件なんですけども、2000年以降の、シングルのカップリングが対象になります。プラス、ミクスチャーがその初期の曲をその再録したりしてたんで、その初期あたりの曲を何曲か選んで再録してほしいっていう曲も選びましたん で最後に、まだ発表されてない曲をね1曲入れたらいいんじゃないかなというところでちょっと考えましたんで、ぜひ見ていただければと思います。あの曲が入ってない、この曲が入ってないっていう意見もね、ひょっとしたらあるかもしれないんですが、その辺はねぜひコメントで補足してもらったらありがたいです。それじゃあ行ってみましょう。今回全部で17曲、考えております。まず1曲目。レニナビゲーションマーズスタイル。確かクッキー&カーステレオスタイルだったっけな。あのスタイルでまず再録してほしいなと。あれがなぜいいかというと、プレジャー91のオープニングはそのスタイルだったんですね。で、あのスタイルがすごくね、シングルバージョンよりもちょっとロックな感じがして好きなんでね、ぜひあのバージョンで再録してほしいなと思います。2曲目、ダウンランナー。これはさよなら傷だらけの日々よのカップリングですね。この曲ね、ダークな感じがするんですけど、すごくね、僕は大好きです。夜中に太陽に向かって走り出すみたいな、そんな感じのイメージの曲なんですけどね。イントロがね、ライアーゲームっていうドラマ昔ありましたけど、あれのね、オープニングテーマにちょっと似てるんですよね。次、ギルティ。これリングのカップリングかな。これもね、なんかそのダークな感じがしてね、僕は大好きです。次、これはありがとうの3曲目だったかな。輝く運命はその手の中に。これもね、すごく前向きな歌なんでね、個人的にはめちゃめちゃ好きです。ただね、ライブでもこれ演奏されたことないんでね。5曲目、夜よ明けないで。これはですね、熱き鼓動の2曲目だったかな。その当時、松本さんがその花とか、ドラゴンフロムウエストとか、結構そのアジアンテイストのアレンジが入ってるアルバムを作った後で、そのね、テイストが見事にこの曲に入ってるんで、すごくね、隠れた名曲だと思います。次、愛の爆弾のカップリング、甘く優しい微熱。これね、すごくね、爽やかな曲ですね。本当に前も言いましたけど、本当公演とか休みの日にのんびり聴きたい曲。この曲を聴くと、暖かい風が心の中でね、流れてまいります。次、再録ですね。セカンドシングル、君の中で踊りたい。まあ、これはもう、そのミクスチャー1で、だからその手を話を新録してるんでね。そろそろ君の中で踊りたいをですね、今のビーズで聞きたいなっていう意向もありましたんで、ちょっとこれを選びました。次、多分ブレイクスルーですよね。セーブミー。これね、初期だとそこそこライブで演奏されてるんですよ。94年のライブでも確かやったかな。初期の中ではわりかしロックな方。最後はね、僕のモードになりなさい。っていうね、稲葉さんの最後地声で締めるっていう結構珍しいタイプの曲ですね。これはね、すごく聞き応えがある曲なんでね、聞いたことない方はぜひ聞いてもらったらと思います。次、これ永遠の翼のカップリングかな。ロンリースターズ。まあ北斗の拳の主題歌だったと思うんですけど、確かね、いいですね。こういうこのゴリゴリなね、男臭いミディアムテンポの曲、ビーズのお得意だと思います。これ結構ね、永遠の翼よりこっちの方が好きって方多いんじゃないかな、下手したらね。次、これ確かバーンのカップリングかな。希望の歌。これはね、確かそのアクションツアーの退場曲になったのかな、なんですけど、すごくねテンポのいいロックな曲なんですよ。これはね、一聴の価値ある、曲だと思います。次、ありがとうの、3曲目かな、もう話さない。
これね、まあ、ライブでこの間初めて2017年かな、インヨタウンで初めて演奏されてましたけど、すごくねビーズの中では珍しいタイプの曲で、 A メロ B メロは結構早いんですけども、サビに行くとテンポが遅くなるっていう、ちょっとね漫才に似たタイプの曲ではないでしょうか。もうパイルドライバーっていうね素晴らしい歌詞が入っておりますんで、うん、で、次メインのカップリング You Play I Stay、 これもともと確か缶中杯の CM の曲だったっけな。本当にね湿気の高い曲というか、まあ、5月に出た曲だったんで、蒸し暑い日を想像するようなね、曲風になってるんですけど、かっこいいですね。これはまだねライブでも演奏されたことないです。ぜひ聴いてみたいですね。次、あ、2枚目か、オフ・ザ・ロックかな、ロジーの再録、バラ色のっていう意味合いなんですけど、ロジーね、もう覚えてない人も多いかもしれないけど、ロジー、You are the one for me、 あんなに強く抱きしめた、ロジー、白い肩に会いたいよ、今すぐに。いい歌詞ですね。歌っててなんか今ねいいなと思っちゃいました。僕の歌は決して良くはないんですけど、ぜひね、ビーズのロジーを聴いてください。この曲もね、再録されたら絶対ね、評価上がると思います。そんぐらいね、いい曲です。これ、スプラッシュのカップリングかな ?MVP。ビーズの中ではね、珍しく振りのついてる、曲なんですけども、こういうやつですね。MVP。ガチガチのロックな曲ではないんですけど、すごくね、透明性があって、なんか流れるように聴けるんで、結構僕個人的には好きです。次、ジュースのカップリング、ウブ。3人目のビーズこと明石正雄さんが最後にビーズと共作をした、作品なんですけどね。本当にね、明石サウンドが光ってる曲じゃないでしょうか。すごく、かっこいい曲です。次、あれは、Go for it baby かな。のカップリングの流星マスク。コロナ禍なんでね、マスクっていう言葉がすごくアルバムに入れるとね、なんか引き締まっていいんじゃないでしょうかね。これもね、曲風的にはね、あんまりなんかそのライブでは演奏されなさそうなタイプの曲ではあるんですけど、さっきの MVP と同様ですね、なんかね、さらりと聴けちゃうんですよ、この曲。美味しい美味しいそうめんを食べてるような感じ。すいません、例えが下手くそで。そして、最後に未発表曲というか、まあ、これ2001年ぐらいの曲なのかな。ロジック。これは2001年と2002年しか演奏されてないんですけど、未だにこれ CD がなってないんですよね。全部 AC で。すごくね、ヒドゥンプレジャーで見れるかな、確か。ロックというか、イレブン時代の曲だと思うんですけど、まあ、めちゃめちゃ重たい曲ですね。これをね、ぜひね、CD で聴きたい、僕は。で、多分、もう2001年の曲だからだいぶ古いんで、まあ、思い切って再録してほしいなと思っております。まあ、ビーズの曲で言ったら、多分、愛のプリズナーとかにちょっと近いのかな。はい、というわけでですね、今日はですね、ミクスチャー2を勝手に、想像してみました。いかがだったでしょうか。まあ、これはもうあくまで僕の主観でございますんで、人によってね、いや、ミクスチャー2にはこれを入れないとダメだよとか、あると思うんですけどね、ぜひ、その辺はね、コメント欄に書いていただいたら嬉しいです。出るといいですね、ミクスチャー2ね。うん、ミクスチャーって、ビーズたくさんベストが出てますけど、ファンの中では一番ひょっとしたら評価の高いベストアルバムかもしれませんね。うん、まあ、いつか、ミクスチャー2が、出ることを願っております。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。それでは、さようなら。